ゴールキーパー東ジョン、ディフェンス右から上原真希と森優里、鈴木純也、藤原博樹。そして中盤です。ボランチに岡澤と平松、右に富所、左に佐藤、ツートップは井原と白井晴人です。そして中盤、力安が戻ってきています。3試合ぶりのスタメンです。そしてコンビを組むのが安田小次郎、右に北村、真ん中にあの、そして左には井上蓮です。ワントップは橋本圭吾。プレッシャーをかけて、ここはあのです、ワンタッチで剥がしながら縦、白井だ、白井のトラップからシュート、ゴールキーパー青木心のファインセーブ。白井晴人、決定機を一つ迎えました。現在得点ランク単独トップの9ゴールを挙げています。8点を積み上げたい宮崎。一方の琉球も今日は勝てば暫定2位浮上が決まっています。さあ縦パス、いいボール、北村だ、北村が行く、1対1、北村、東ジョンナイスセーブ。しかしまだある、あのが行く、笛がありました。宮崎のファール、エリア内決定機、迎えたのは宮崎、北村智也、スタメン起用に応えます。ただわずかに一歩及びませんでした。身長188センチの橋本がいます。今季5ゴールを挙げているゴールゲッター。のボール、奥だ、橋本だ、先制点はテゲバジャーロ宮崎、橋本圭吾頭で見せました。しかし今競り合いの場面で後頭部のあたりを抑えていました。得点は認められています。阿部宮崎先制、1対0。いやー高い、頭一つ抜けていました。縦へのボール、ワンタッチ、岩渕へのボール、さあ岩渕前に出ていった、岩渕のループシュート、青木が手を伸ばします。ファーストチャンスは琉球、代わって入ったばかりフォワード8番岩渕亮太です。縦の走り出し、やはりここも橋本に合わせてきます。落とした、見事な落とし、ついていったのは佐藤、笛がありました、アドバンテージがある、井上のシュート、コントロールされていました、わずかに枠を捉えられませんでした。背番号44、今日はワンアシストもあります井上蓮です。すでに始まっています。岡澤から富所、富所クロス入れて奥、鈴木マンが待っているところ、上原真希と上原のシュート、こぼれ球、飛び所、サイドネット、ただディフレクションがありました。コーナーキック、続きます琉球。山口時代の2018年、38試合8ゴールを記録したこのシーズンはサイドハーフでのスタメン出場が多くあった高木、クロス入って、OK、決まった、追いついた琉球、途中出場高安隆行、今季2ゴール目、ファーサイドに流れてきました、ニアで潰れ、最後は高安、同点に追いつきました琉球。琉球の顔、富所か、それとも藤原博樹もキッカーポジションにいます。指示を出すのはゴールキーパー青木心。追加点は琉球なのか、それともそれを弾いて宮崎が反転攻勢に出るか。富所狙ってきた、今季5ゴール目、直接フリーキックを富所優沈めて見せました。スーパーゴールが決まっています。ファーサイド、サイドネットを揺らしました。ここで試合終
終了のホイッスル。 FC 琉球ホーム逆転勝ち。今季未だホーム負けなし。キャプテンマークを巻く背番号10富所優の直接フリーキックで逆転に成功しました。これで暫定2位浮上、自動昇格圏内に駒を進めています。